おはようございます。釣り子 TV です。今日はね、渓流釣り。チャレンジしてみたいと思います。こんな感じでコンパクトにね、ベイトタックル1本で行ってみたいと思います。じゃあ行ってきます。今日はモンスターキスの MV55、 短めで何でもできる竿だから、これでね、渓流の小場所を攻めてみたいと思います。で、P、こんな感じ。ちょっと安全に帰れるかどうか。こっちは1.7 ぐらいあるから危なくて渡れない。今調べてるから帰れるかどうか。あ、でも徐々に浅くなってくるから、こっち側だったらいけるかもしんない。増水前に。こっちは50センチ、70センチだからなんとか越えられそうだ。いやー、すごい雨だ。シェイクロー、シェイクローに。すげえ。
わお、8、おっしゃ、おお、引く引く、ちょっとでかいぞ。おお、おお、おほほほほ、おお、おお、でかい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 、こんな感じで、はい、ねえ、あー、いい、綺麗なスモール。上はね、阿部くんの作ったシェイクロー、ね、小さなエビみたいなワームにグラビアスにモンスターキス、この組み合わせで釣れました。イエーイ。いい、あるかな。オーラをオーバー。ここでジャスト40いただいていいですかね。ね、これはいいんじゃない。やったー、ドンマルです。40、じゃあ逃がします、このまま。はい、はい、こんなのいるんだね、ハワイの渓流に。40アップだぜ。OK、サンキュー。